これは本当の略奪婚の現場だ。男性側の親族が一人の少女を囲み、少女は力いっぱい抵抗し、大声で嫌だと叫んでいる。こうやって抵抗しても、数人が少女の手足をしっかりつかみ、無理やり部屋から引きずり出す。少女の母親は黙ってそばに立っていた。なぜならこの慣習に反抗する術がないからだ。孤立無援の少女は、ただドキュメンタリー映画の撮影者に向かい最後の助けを求めるほかなかった。ここはベトナム北部のモン族の小さな山村。この民族の少女は、春季に入ると新年に無理やり連れ去られ。そして拉致した男性側の家族は、翌日女性側の家を訪ねて結婚の話し合いをし、少女たちは一夜のうちに新婦となるのだ。D の姉もそうだった。拉致された時、彼女はまだ高校1年生で、現在17歳の彼女はすでに2児の母となっていた。略奪婚のことに触れても、D はにこやかに微笑んでいて、あたかも略奪婚が自分の身に降りかかっているとは思っていないようだった。D はドキュメンタリー映画の主人公であり、快活で可愛くて、最初は監督もただ現地の少女たちの子供時代を撮りたいだけだったが、D の生活、及びこの雲霧が立ち込める山中に深入りするにつれ、ここでは少女の子供時代が失われ、それを支えているのは、歴代続く男性優位社会に長い間隠されていた性的暴力であることに彼女は次第に気づいていった。これに対して、子供たちはこのことを全く知らず、はしゃいで花嫁略奪の童遊びをしており、そして既婚の女性も略奪婚の慣習についてひた隠しにしていたのだ。彼らはまるで麻痺しているかのように一切を受け入れていたが、たまに言葉の節々に恐れと不満が見え隠れしていた。 D の母親は自分の結婚に対する失望と絶望を全く隠さなかった。彼女の夫は酒乱で長い間失業して家におり、普段はほとんど家事をせず、蛇を捕まえるとすぐに酒に買いに行き、家計の補填にはお金を使わない。しかしこの妻がとてつもなく憎んでいる結婚に対し、D の父親は客って自慢をし、彼は満足げに監督に自分が当時どうやって妻を準備もなしに誘拐したのかをひけらかし、飲んで酔った後も監督に走り寄り彼女を拉致して嫁にするとさえ言った。冗談めいた口ぶりだが、D の父親は村の男の略奪婚に対する態度をまさに体現しており、彼らは思春期の少女は誰でも拉致して家に連れ帰り結婚できると思っているのだ。しかし D は子供の頃から慣れ親しんだこの慣習を恐れてはいなかった。彼女は村で最も早くから通学していた子供で、普段の成績は優秀だった。彼女はスマホを持ちインターネットができ、いつも勉強でここを出ると幻想を抱いていた。略奪婚の慣習がある村で生活しているが、 D は自分には拒絶して逃げる選択権があると思っており、彼女は自由恋愛に憧れ、略奪婚をされたらその後は必ず逃げようと決心していた。この自信があり落ち着いた様子は慣習を理由もなく信じさせ、彼女が古い老習から逃れられることを信じている。なぜなら彼女は世界の全ての思春期の子供と何も変わらないからだ。彼女は美を愛し、周囲の異性の友達にもやもやした感情を持っており、あなたは自然に彼女たちの未来も普通に進んでいくべきだと思うだろう。高校に行き、大学に行き、仕事を見つけ、自由恋愛をする。しかし子供の美しい期待は、結局新年の到来によって突然止まってしまう。新年を祝うため、付近の村の子供たちは集まって新年会に参加すると、好感を持てる男の子が彼女と会う約束をし、両人はもじもじしながら長い間おしゃべりをした。男の子はカメラでそのデートを撮影してほしくないようで、監督に約束をした。そのため監督は撮影を続けなかった。しかし D が男の子に連れて行かれると、母親はすぐに焦ってしまい、略奪婚だと思ってしまった。そこで彼女は電話をして D を家に帰らせ、D に彼と接触するなと言い聞かせ、この母親は必死で娘にどうやって自分を守るかを教えた。しかしもう一方の家庭では、親は必死に息子にいかがにこの奪ってきた14歳の新婦を残らせるかを教えた。二日目、男の子の両親が家に訪ねてきた。彼らは料理を持参し、結納や嫁入り道具と婚礼の詳細を相談したいのだ。D の父親はいくら結納をもらうか計算し始めた。5万円、10キロの鶏肉、100キロの豚肉、それと20リットルの酒。D の結婚はこのようにして確定した。しかし、男の子の家から戻った D は嫌がった。なぜなら男の子の父親は自分の父親と同じ酒乱であることが分かったからだ。そこで彼女は慣習に基づいて別れ酒を飲むことを提案したが、男の子はこれを拒絶し、助けがない中で学校に逃げるしかなく。しかし母親は追いかけてきて彼女を無理やり連れて帰ろうとしたのだ。
現地では女の子が結婚を避けることは風習に背くことであり、非常に恥ずかしいことで、先生たちは警察を呼ぶと言い、きつく D の手を掴んだ。しかし最終的にやはり連れて帰られてしまい、その後数名の先生は悲劇が生まれるのを阻止するため無理やり結婚式の話し合いに介入し、彼らは法律でこの未成年の結婚を阻止しようとしたが、双方の家長は全く反応しない。そこで一人の先生は突破口として男の子に照準を合わせ、これは愛ではなくて虐待だと説得しようとした。しかしこの家庭は貧しく、早くから学校を辞めていた男の子もどうすればよいかわからず、彼は自分がなぜ拉致をしたのかさえ分かっていなかった。しかし残念ながら D の最後の逃亡も先生の助けを得られず、彼女は数人に引き戻され、監督はドキュメンタリー映画の掟を破って止めようとしたが、 D の祖母に遮られ、カメラも一人の男の子に引き離され、最後は監督が強く要求し、 D の母親は少し迷った後前に進み、彼らに娘を話すよう求めた。 D は気に乗じて急いで走って戻り、村の他の人はこの一幕を見てただ面白くて笑い、最終的に男の子は妥協して別れ酒を飲んで終了し、再び自由と通学の継続を取り戻した。ドキュメンタリー映画はここで終了したが、 D の生活は続けてお伝えする必要がある。中学を卒業後、彼女は寄宿制の高校に入り、その後オーストラリアの大学の奨学金を獲得し、留学するチャンスを得たのだ。しかし D は現地に残ることを選び結婚した。年齢はまだ18歳である。その後彼女は二度と監督の電話を取らなかった。唯一の慰めは、彼女の SNS を見ると D の生活はとても幸せそうなことだ。このことを多くの人は残念に思っている。 D が本当に自由に結婚を選んだのかはわからない。